This is my way。 おはようございます。おはようございます。違いますか。今日は今、10時半くらいですけども、ちょっとですね、急遽昨日YouTube スペースでファイナルパン届くかな、この声近い方がいいですか。近い方が YouTube スペースのこれ場所変えましょう。おはようございます。少しだけでも声がこっちの方が届くかなと思いまして、ですね、昨日 YouTube スペースで、ファイナルファンタジーの、実況プレイの応援っていう形でライブ、中継にちょっと出させていただきました。でなんとですね、2日間連続でちょっと YouTube の、エンタメウィークの生放送に、出演が決まりましたので、はい、ありがとうございます。で今日はですね、なんていうんですかね、どこから言うんだろう、もうちょっとすごい今緊張してて何を喋っていいのか分かんないんですけど、とりあえず皆さん電波少年って知ってますよね。僕が結構、でもこれはですね、僕が小学校ぐらいの時の伝説のテレビなんですけど、その電波少年のですごい有名なティープロデューサー、土屋プロデューサーという方がいらっしゃいまして、でその土屋さんがこのエンタメウィークでいろんなチャレンジを挑戦をこう手掛けて、いろんな方に、挑戦させていくっていう、動画を、ライブ中継で、ずっと100時間ぐらいかなやってるんですけども、なんとそれのゲストで僕ちょっと呼ばれまして、ちょっと今すごい緊張してますね。なんか無人島とかにぶっ飛ばされるのか、検証生活をさせられるのか、何が起きるのか、ちょっと今正直本当に分かんないですけども、今から行ってきます。文化委員長だったんですけど、文化委員長、そうです、はい、文化祭の日にちが6月7日だったので、0607の領事で宝部の R と J で、あ、領事宝部の RJ、はい、RJ、 領事か、領事の G です、ね、で T 0607 RJ、 はい、そうですがチャンネルですね。その文化、はい、やっぱり自分の人生の中で非常に大きな、そう、高校時代が結構すごい僕の中で形成されたっていう、形成されたっていうこと、ね、そうですね、一人グリーで、はい、そうです、一人グリーっていう、僕は YouTube で、はい、全部自分の声で多重録音っていうんですけど、はい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 、全部自分の声でギターとか、あ、本当ですか、多分だから Facebook とかそういうので、まあ面白いよね、で叩いて、はい、見たことある、あ、そうなんです、それをやってまして、はいはいはい、はい、見たそれを自分で勝手に一人グリーって言ってるんですよ。もともと海外ドラマのグリーってご存知ですか。はい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 、FOX TV で、FOX TV でね、はい、そうです、だから今 NHK なんかでやってるやつですね、はい、でそのグリーがすごい好きで、はいはい、なんかやりたいなと思ってたんですけど、うん、友達が本当にいなくて、うん、でもう無理だなと思って、じゃあもう一人でやっちゃえって言って、人に無理っていうやつを全部自分でやるっていう。なるほど。向こうで、向こう、アメリカとか、留学とか。は、したことない。あ、してない。こっちでっていうのは、東京で。あ、そうです。僕、出身が福岡で、すいません、何も自己紹介して。いや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 。出身が福岡なんですけど、で、上京してきたのが2年ぐらい前で、こっち全然人間違えなかったんで。なるほど。そうです。で、みんなで、まあ、やるグリーの、そうですね。で、一人でそれを取り入れる。もうやっちゃえと思って。じゃあ、まずはちょっと大コーナーっていうか、はい、ね、おすすめの動画、まずおすすめ。あ、最近、桃色クローバーが大好きで、はいはいはい、桃色クローバーを一人でやるっていうのをやったんですけど、それをぜひ、はい、じゃあ、ちょっと今探し、はい、今いくつ？僕今28です。28。ってことは2年前とか26まで。26、56ぐらいに上京しました。それまで僕結婚式場でウェディングプランナーを
おしたんですけど、普通に大学を卒業して就職をしたんですよ、うん、でもその就職した時に、うん、その学生時代にゴスペルをやってまして、はいはい、でその時 の, そのファンの方みたいな、うん、だからちょっといろいろお話いただいて、うん、なんかある事務所に入んないかみたいな話をもらったんですけど、うん、なんか自分の中でも音楽っていうものは趣味にしようと思ったんですけど、うん、そこでその話をもらった時にやっぱりちょっと心が動いてしまったので、まあ、そこの事務所には結局入らなかったんですけど、でも今やらないと後悔するかなと思うんで、で、もう辞めて、エディプランナー、福岡でサブエディプランナーを辞めて、めて東京へ出てきて、そうです。で、オーマルで飯を食って、やろうと思って、で、最初1年ぐらいは自分のオリジナルの曲だけをやってたんですけど、はいはい、なんかもうちょっと面白いことしたいなっていう気持ちと、うん、あとフリーやりたいと。で、うんうん、で YouTube にどんどん投稿して、うん、もっといろんな人に知ってもらいたいなと思ってやりましたっていうのがきっかけですね。今かなりあれでしょう、はい、再生数っていうか、あ、そう、この今から見ていただく動画で結構知っていただいたかもしれないですね。じゃあ早速、はい、ぜひお願いします。どうも、無事に、収録が終わりました。なんか未だにこう本当に今っていうかその生放送出たのかなっていう感じなんですよ。あんまり実感が湧かないというか、まあ終わったので、まあその正直その生放送中はなんかいっぱいいっぱいというか結構緊張があったので、はい、なんかうまく喋れてたのかどうかちょっと分かんないんですけど、そのやっぱりその一つの画面の中にね、土屋さんと僕が二人だけで映るっていうその光景自体がちょっと衝撃を受けますよね。私なんか今すごい嬉しさいっぱいです。なんか土屋さんもまあその、まあ、なんですかね、社交辞令というか番組的に言ったのかもしれないですけど、とはいえやっぱりすごく嬉しいですよね。僕の動画を見ていただいて、実際に番組で紹介していただいて、で評価していただいたのでかなり嬉しいし、そのやっぱ今は正直別に YouTube だけでとどまろうっていう考えでは僕はなくて、まあ一応その他のメディアとかにも出ていきたいなとは思うんですけど、でもとりあえずそのためにはやっぱりトップ YouTuber っていうその肩組というか中に入んないといけないんですけど、まあ一応そのトップ YouTuber の仲間入りには少しはなったんじゃないのかなとは思います。今回の、生ライブ放送でですね、なんかこれをきっかけにもっともっとこうトークも勉強しないといけないなと思うし、見せ方も勉強しないといけないなと思うし、もっと幅広くエンターテインメントを、磨いていこうかなと思います。とにかくですよ、今日僕のね、ライブ生放送を見ていただいた方、本当に見づらいね、暗くてごめんね、ありがとうございます。今後も新しい動画を作っていくのでぜひ見てください。いいですか、こんな感じかな、こんなもんでしょう。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。